こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。引きこもりでも稼げる仕事。アマゾン室は、まあ、在宅で稼げるというか、まあ、自宅で引きこもった人でもできる。引きこもった人でもできるというか、引きこもりの人はネットサーフィンが好きなので適性は高いかもしれない。私も引きこもりだし。以前は引きこもりの買い物依存症、 買い物は好きだけど、人混みは苦手なので、ネットショッピングにはまった。常に毎日、アマゾンかヤフオク、楽天、家電量販店、どこかからの荷物が届いていた。今は仕入れや買い物じゃなくてサポートをしている。でも、大体毎日の行動は同じ。わざわざ海外に行って、パリに行っても、美術館とレストランに行く以外は、部屋にこもってパソコンモニターとにらめっこ。 ロンドンでも、ギリシャでも、シドニーでも、どこに行ってもこんな感じ。私の一日。朝6時起床。起きた後、チャットワークの、チャットワークサポートのチェックをします。それから、YouTube 動画のアクセスとコメントをチェック。シャワー浴びた後、ポケモン GO をやりながら1時間ほど散歩。9時から13時までが4時間、チャットワークサポート。 サポートの動画作成、サポートメルマガ配信、宣伝動画作成、facebook チェック。まあ、この午前中に大体、ちょっと頭を使うこととか、まあ、初めてやることとか、えー、それを片付けます。そしてランチ。で、ランチが終わった後、またポケモン GO をやりながら1時間ほど散歩と。私、海とかね、あるいはね、えー 綺麗な公園とかが好きなんですけど、まあ、行って何するってまあ泳ぐでも、ねえー、何するでもなく、まあ、ただ散歩するとでただ散歩するだけだとね、えー、ちょっと暇すぎるんで、まあ、ポケモン GO をやることが多いだからなんかわざわざ海外行って、えー、働いてポケモン GO やって散歩するだけかよというのがねこれを見ると思うんですけどまあ単にその通りですね そして、入浴ーー。まあ、これね、お風呂がついてる場所に泊まったときは、えーまあ、酒飲んだ後ね、えー、お風呂入ってると、まあえー、結構いろいろ危ないんで、まあ、お風呂入るときは、酒を飲む前、ね、ディナーの前に入るというふうにしてます。そして、ディナーの後に、えー、夜、ちょっとまあシャットワークサポートと Facebook のチェックと。でこれ、シャワーはね、 えー、風呂入った後は浴びないでそのまま寝ちゃうこともありますし逆にお風呂が浴槽がないところの場合は、えー、食後にシャワーという形で、まあ、大体11時には寝るようにしてるとまあこれ海外でも日本でも大体こんな感じでまあ今,今見たくね世界を回る前も大体似たようなね生活をしてたとまあ 外行った時はね、えー、お店のチェックとかしますけど、まあ土日とか祭日とかで混んでる時はね、店入ると混んでるんであんまり近寄んないようにして、まあネットで、えー、金額を調べて買い物すると。ねまあ、これよく考えたらね、普通にアクティブな人ってこう、ずっとそのパソコンで比較するとかね、えー、チェックするとかね、苦痛なんじゃないのかなと思うんですけど、結きこもり傾向のある人とか、 ゲームを1日何時間もやれる人とかは、まあ、全然適性が高いと思いますんで、まあ、そういう人向きの仕事だなと、まあ、逆にこういう生活ね人混み嫌いですとか電車乗れませんとか言ってね、えー、こう好き勝手にね、えー、2時間かけてランチ食ったりね3時間4時間かけてディナー食ったりっていう生活は、まあ、普通の会社員やってたらできないというかまあ社畜失格ですよねまあ 社畜の適正なくて引きこもっちゃってる人は、えぇ、ー、アマゾイ室、まあ向いてると思います。えー、現に私もね、まあ、そういう傾向があって、まあ、転売ピタッとはまったと。何しろね、普通の人はめんどくさがってやりでやらないような、まあ、どこでいくらで売っててね、ここだと送料がどうだとかポイントがどうだとかね、どこでこうやると高く売れるっていうのを、 まあめんどくさくてやんないようなことを、まあ、調べてね、えー、自分が予想したのが当たってたというのを、ね、結構喜んでたりするタイプなんで、まあその予想して当たったというノウハウを、ね、サポートで教えてますし、えー、メルマガでも配信してます、まあ。その形でね、何、引きこもりに、ね、アマゾン輸出向いてるのと、えー、ならちょっとやってみようかなという方はですね、この 上の右側の方に無料メールマガに登録するという、えー、リンクがありますのでそちらをクリックして、えー、無料 Amazon 室メールセミナーに登録してください Amazon 室の、えー、セミナーの内容が届きますまたこの一番下のねここをクリックしてとこの部分をクリックしてもメールマガ登録フォームがある記事に飛びますまた今動画で見ててね リンクしてもあれだし、この右側とか登録ボタンなんてないじゃんという方はね、動画の説明欄にメルマガ登録の URL が貼ってありますので、そちらをクリックして、Amazon 室無料セミナーに登録してください。以上、Amazon 室サポーター、堀秀夫でした。